寺田洋次郎、エクセル1シェブロンマスター、ベテランの寺田洋次郎、エクセル1シェブロンマスターに乗りまして、マークされました、タイミング17秒58。13番目のタイム、あなた10番のよりのたかし。さて、ここでよりのたかしから、皆さんにプレゼントがございます。どうぞお受け取りいただきたいと思いますが、スリーボンドから安心ドライブの必需品を皆様にお送りします。スリープのプレゼントのお知らせです。さあ、皆さん気をつけてくださいね。気をつけてください。今、話題沸騰のスリープのドライブで全部なったとき、期待込めなみ、前にちょっと一塗りしてください。すっきりした爽やかな清涼感が、あなたに快適なドライブを約束します。寝袋だったらスリープのドライブのときにお忘れなく、さあ、皆様に、よりの高いからプレゼントですが、気をつけてください。どうぞお気をつけくださいませ、スリープの。眠くなったらこれを一つご利用いただきたいと思います。よりの長崎選手、実は一昨日の練習に送ってスイボンドマーキー、イエローのおなじみのマーキーにクラッシュいたしました。カード10番のよりの長崎スイボンドマーキークラッシュいたしまして、急遽佐藤文也さんが持っておりましたマーキーの代わりの車として利用することになりました。よりの高橋、現在得点20ポイント5位になっております。したがいまして、イエローのマシンが黒に変わりました。よりの高橋です。そして本来ですと、スリーボンドマシンがこのマシンが無駄になっております。14番目のタイム、岡本兼之から27番、三島オートマシン、1分18秒45。岡本兼之選手、現在8ポイント11位になっております。15番目のタイム、カーナカ33番、清水雅人のトライレット、火の鳥、鮮やかなピンクに塗られました、このマシン、清水雅人、マツダ13ビのエンジンを搭載しております。タイムは1分18秒62です。16番目のタイム、カーナカ28番の澤田ミドル、三島オート KR1、タイムは1分19秒28。そして17番目のタイム、カーナンバー12番の萩原雄一、マーチンマツダ、タイムは1分19秒38、萩原雄一、1分19秒38。18番目のタイム、カーナンバー80番、第3戦から初めてこの GC に登場いたしました、白鳥です。もちろん、スーパーツーリング、スーパーシルエットでおなじみでありますけれども、今回は住友エールセブラと乗りまして、一等公式予選では1分20秒03というタイムをマークいたしました。シルバーのマシンに80番の石鹸を貼り付けております白鳥哲司です。そして本来出場申請が出ておりました長坂直樹選手ですが、長坂選手一昨日残念ながらクラッシュいたしまして、今回の出場を断念しております。従いまして、エントリー19台のところ18台が決勝に進むということになります。そしてこの中でロータリーが14台、ベーンベーンが4台、こういったところが配分です。いよいよ1980年富士グランチャンピオンシリーズ第4戦最終戦、10周年目の1980年最終戦、富士マスターズ250キロレース大会、あと5分ほどでスタートということになります。フォーメーションマップのスタートは13時48分、あと4分ほどでフォーメーションマップにスタートいたします。ポールポジションは星野和義、実は星野和義今年1戦から4戦目連続4回ポールポジションを獲得しております。また浅見正弘、昭和47年のチャンピオン、今回の大会におきましては前チャンピオンが星野和義、浅見正弘、伏田博、前チャンピオンが登場してまいります。